とりあえず、税率を 35% に。税率、ちょっと低すぎかもしれないな。アーバンアサルト。作戦種別。村屯。とある小さな町が、我がシンジケートの広告宣伝キャンペーンに反対する動きを見せている。どうやら敵シンジケートが鼻薬を使ったらしく、現に、当地での和菓子屋の収益に好ましからざる影響が出ている。キャンペーンをより強力に促進するには、時として強行手段も必要である。強襲チームを町に突入させ、敵シンジケートを残らず抹殺せよ。邪魔者が消えれば、我が組織のマーケティング部門に後を任せることができる。都市に関する情報。町は小さく、入り口は、車両でのみ、侵入可能だ。今回は、輸送部門が車両を用意したので、本作戦に使用せよ。撤収の際にも、なるべくこの車両に乗ってくることを要望する。防御に関する情報。警察の勢力は、ないに等しい。また、敵シンジケート部隊は極めて弱小である。攻撃を仕掛けるには絶好の機会だ。戦術。適切な装備さえあれば、何の問題もない。全員一団で突入し、敵部隊を一気に屈服させよ。ショットガンと、状況によってはいくらかのメディキット、それだけあれば十分だ。そろそろ、パーツの方の開発も進めておこうかな。今回のミッションには、4名投入。ミニガンの開発完了してるけど、このミッションにはオーバースペックなので、まだ使いません。ミニガン使うなら、アームパーツを装着させて腕力強化しておかないと、足手まといになるしね。左下にある、スキャナー画面に映っている、赤い丸が、敵エージェント、青い丸は警官です。警官は、我々が武装状態になっているのを見かけたら、攻撃してきます。警官が我々の乗ってきた車のところにいるので撃てない。下手に撃つと、激しく炎上してしまうからね。その位置なら撃っても大丈夫か。ちなみに、警官倒しても、何のペナルティもありません。パーツの装着状況や、民衆の洗脳状況によっては、ガードマン、警官、そして、敵エージェントまでも、洗脳して、味方にすることができます。
あとは、車で撤収するだけ。薬物も準備完了してるので、パニックモード発動させて、ちゃちゃっと終わらせよう。警官の前で武装状態になってると、さすがに攻撃されるので、ウェポン引っ込めて、